ホセアは、北イスラエル王国の、第十九代、最後の王である。ホセアとも表記される。紀元前731年に、アッシリアをティグラとピレセル三世の神として王位に、ついた。ホセアの支配権は、エフライムの高原地帯に限られていた。紀元前734年のシリアエフライム戦争に、敗北して以来、ガリラヤとヨルダンの東地域は、 アッシリアの支配下にあった。ティグラト・ピレセル三世は、この一連の精神でメギドを征服し、ガリラヤ地方の諸州の行政的首都として用いた。その時の王であった、ペカを殺害し王位についたが、アッシリアに従属し功能する、名目的な王であった。紀元前727年に、ティグラト・ピレセル三世が死んだ時、 その後継者のシャルマネセル5世が広大な領土を維持できないであろうと考えたホセアはエジプトをその支援を頼りにして効能を停止した。しかしシャルマネセル5世はイスラエルを攻撃して紀元前725年にサマリアを包囲した。ホセアは3年間アッシリア軍に抵抗したが紀元前722年に降伏した。ここに北イスラエル王国は滅亡した。 紀元前720年、シャルマネセル5世が死去したため、アッシリア軍が一時撤退すると、イスラエルでは王をいただかずに反乱が起こったが、シャルマネセル5世の後継者、サルゴン2世によって平定された。アッシリアの移住政策によって、イスラエル人はペルシア地方に連れて行かれた。アッシリアの碑文によると、サルゴン2世による補修は2万8千人近くに上った。かわって、 バビロンからの移民が、サマリアに定住して、旧北イスラエル王国は、アッシリアの一族衆になった。旧約聖書人名辞典、ジョアンコ名著、東洋書林、1996年、346項より、引用エジプト第24王朝のテフナクト一世、またはエジプト第22王朝のオーソルコン四世等、いくつかの説があるが、未解決問題である。ありがとうございます。